10人相手に喧嘩をするヤバさと仕事をする上での失敗は本質的に同じ。一歩間違えたら死ぬかもと思った上で、死んでもやり遂げると心に決めることが覚悟。つまり失敗は死だと覚悟する。人生とは喧嘩の連続と思ってもいい。そう考えると、いろいろな喧嘩がある。芸能界なら大きな事務所との問題、まあ喧嘩になる。実際芸能事務所同士の潰し合いもある。うちは個人事務所だから潰しも死ぬほどある。望んでなくとも喧嘩になる。もちろん殴り合いの喧嘩をしたいとは思っていない。だが常に全ての物事を喧嘩だと認識できれば、強い覚悟が生まれる。いいんじゃないの？潰されそうになるとそう言う。ただ刺されるのはしょうがない。ただし刺し違えるよとも返事をする。それが覚悟。どんなに大きな敵でも覚悟は同じ。